こんにちは、ミュウです。はい、今日は何をやってるかと言いますとですね、春の購入品紹介をしていきたいと思います。春の購入品紹介っていうか、最近めちゃくちゃ欲しかったものをな、今から紹介させてもらおうかなと思うんですけど、皆さん早速ね、もうこんにちはミュウですから気づいてくださってると思うんですけど、そうなんです。最近ね、赤のアイシャドウにハマりまくりのハマりまくりで、もうね、今日もこのしっかり赤のアイシャドウで、もしかしたらね、今日の動画内でこのミュウが最近めちゃくちゃハマってる赤のアイシャドウの紹介も、もしかしたら紹介させてもらうかもしれないので、早くね、皆様にいっぱい紹介していきたいと思うから、早く紹介していきますね。早速いってみましょうって感じで、とりあえずね、一発目から紹介させてもらってもいいですか。早く持ってこいよって感じだけど、あーって感じで、こんなにじらすやつおるかみたいな感じだけど、じらしていきます。ほんじゃね、イエーイって感じで、ラッシュ、わー、光がすごい。もうな、ミュウがめっちゃ暴れるからな、ホコリもすんごいしさ、今日さ、ミュウ暑すぎてやばいんやけどさ、とりあえずね、念願のラッシュ様でございます。もうな、ミュウラッシュ買ったことなかったんですよ。ほいで、もうずっとほんまにミュウラッシュマジで欲しくて、念願のラッシュみたいな感じなんですけど、もうミュウやばい、ちょっともう暑すぎるから、ちょっともう腕まくりさせてもらっていいですか。マジで暑い。なんでこんな今日暑い。とりあえずね、こんな喋ってやつ何こうたんやって話なんですけど、何こうたと思います。ちょっとじゃあ紙袋から出させてもらって、一発目に買わしてもらったものはですね、ジュ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 ドゥみたいな感じで、これはなんていうやつや、ハックみたいなやつで、ほいでもうね、このラッシュさんのミュウ買わしてもろて、もう何回かねミュウ使わしてもろてるんですけど、これなほんまにやばい、効果がやばい。開けていきたいと思います。多分これ皆さん見たことありますよね。最近めちゃくちゃ流行ってるミュウマスクやなと思うんですけど、勝手にミュウ的には思ってるんですけど、ミュウ流行りのもんとかあんま分からへんけど、これは流行ってるのミュウでも知ってますよみたいな感じで、とりあえずね、この商品の魅力を紹介させてもらおうかなと思うんですけど、この商品は手で塗るパックみたいな、なんかパックの形じゃなくて、こうやってドローンで取って顔にパーンみたいな感じで塗っていくパックになるんですけど、もうね、この商品をミュウはマジで買ってよかったなって実感してる商品なんですけど、この商品はいつもミュウお風呂で使わせてもらってるんやけど、10分か15分ぐらい顔に塗った状態でじっと待っとくねんけど、10分15分ね、終わった後にね、緑のパックをね、水でね、プシャーンってやってこうやって取るやんか。ほんじゃあね、驚くほどにね、ちょっと待ってみたら、もうこんなに顔トゥルントゥルンになっていいんですかレベルでね、ほんまに顔トゥルントゥルンになりますし、このマスクはほんまに乾燥肌の方にもめちゃくちゃおすすめなんやけど、このなんていうん、顔の角質、あのさ、鼻とかにある、ここのなんか鼻にさ、ちょっと黒くなっちゃうやつあるやんか、多分角質で合ってると思うけど、肌の汚れをトゥルンでね、取ってくれるようなミュウは感覚がありまして、結構匂いはなんてやら、ミント系の香りで、ちょっと表現下手くそやからあれなんですけど、歯磨き粉っぽいなんかちょっとなんていうの、スーンっていう爽快感がある感じの匂い、ちょっとミント感が強い感じの香りになってて、やっぱりミント系の香りでだけあって、顔に塗った時の感覚とかもめちゃね、なんていうやろ、なんかね、シーブリーズ顔に塗りたくったんかなぐらいのね、爽快感がめちゃくちゃあって、ほいでね、ここがめっちゃ大事なポイントなんやけどさ、すっぴんの肌がめっちゃ綺麗にミュウは見えるなと思って、やっぱりだからこのマスクは顔の角質っていうか汚れをめっちゃ取ってくれるなと思うし、ほいで乾燥肌にも良くて、塗った感覚が爽快感があって、マスクを水で流したら肌がトゥルントゥルンになってるみたいな感じの天才すぎるマスクでございまして、ほいであと一つね、ラッシュ様で買わしてもろてるものがあるんですけど、てかさ、皆さん共感してもらえたミュウめちゃくちゃ嬉しいねんけどさ、ラッシュのお店とかさ、行かしてもらったりさ、こういう商品をさ、お風呂とかで使ってる時の自分でさ、うわ今ミュウめっちゃ自分いい女やわみたいな感覚わかりません。なんか共感してもらえたらめちゃくちゃミュウ嬉しいねんけど、とりあえずね、もう一つラッシュ様で買わしてもろてるものがあるから紹介していきますね。皆さん何やと思います？はい、せーぼーみたいな感じで、これもさ、ミュウ的にはめちゃくちゃラッシュ様の代表作みたいな感じなんていうの、あんまラッシュとかもあんま分からへんけど、ちょっとなんかミュウも知ってるなみたいな感じの商品で、これねまだね開けてないから、ちょっと開けていきますね。やばい、開けていきましょう。これはどうやって開けたらいいんですか。これはね、ほんまに動画撮影するまでちゃんと動画撮影し終わってから使おうみたいな感じでずっと溜めてたやつなんですけど、これね、マジでいい匂いすぎてやばいよ。もうね、これ自分の部屋に置いてるだけでね、マジでこのめっちゃいい匂いになってた。やばい、これ出しちゃっていいんかな皆さんこれ皆さん何かわかります？これ触っちゃっていい？やばいやばい、なんか触っちゃったらやばいやばい、ちょっと待って、ちょっとめっちゃドゥルンドゥルンになっちゃうから、このまま商品紹介させてもらおうかな。これみんなあれですよね、絶対知ってる、商品番号書いてたのにどこに、うわ破っちゃった商品番号。蜂蜜なんで書いてる、蜂蜜マーチ、これあれ、ボディーソープ顔だからいい匂い醸し出しちゃおうみたいな感じのノリで、そう、これ買わしてもらったんやけど、この匂いマジでめっちゃいい匂い、蜂蜜めっちゃ甘い、ミュウね基本甘い匂いが好きやから、めっちゃこの匂いねめっちゃ好きなんやけど、これもう戻した方、これ今からまだちょっといろいろ紹介していきたいけど、これ地面置いといて大丈夫そうみたいな感じやけど、大丈夫そう、もうやばい、ちょっと手触っただけでもうめっちゃいい匂い、これ絶対やばい、これ早
か今日お風呂入っていっぱいね、これちょっと体に塗りたくて、ちょっと体からいい匂いほんまに醸し出しますね。とりあえずラッシュで買わさせてもらったものは、こちらのね、天才すぎるマスクと、めくり方マジアイスクリームかみたいな感じだけど、ラッシュ様のボディーソープと、ラッシュ使わせてもらってさ、女になってこうとか言ってるのに、ちょっと商品の見せ方こんなんで大丈夫そうなんですかみたいな感じだけど、まあ大丈夫でしょって感じで、今回ね、購入させてもらったラッシュ様の天才すぎる2つの商品になります。はい、続いての商品は何を紹介するんですかみたいな感じですけど、次の商品はマジで知らん人おらへんのちゃうぐらいね、今流行ってるもんやと見え的には思うんですけど、こちらのね、アロエのクリームになります。これね、今からちょっとね、商品紹介させてもらおうと思ってんだけど、これね、めっちゃやばい。もうね、めっちゃやばいってところじゃないぐらいにやばいんやけど、絶対皆さん買ってほしい。お値段も600円、700円ぐらいで、ほんまにね、もうね、絶対買って、もう絶対買ってしか言えやんぐらい、ほんまにおすすめな商品で、とりあえずね、開けていきます。ほいで、めっちゃ、わー、やばい。これね、ほんまにね、やばいぐらいにね、パンパンに詰めてくれててね、もうみこれ何回も使わしてもろてんねんけど、見ても、蓋にまでぎっしりね、ついててね、見てこの、やばく、あうるさい、ごめん、めっちゃごめん。音下げてみんな、みゆの YouTube 見るとき。やばい、ほんまにごめん。無意識、無意識にこんな大きい声出しちゃってごめんなさい。って感じで、ちょっとね、ほんまにね、めっちゃ入ってて、アロエのドゥルンドゥルンさを伝えたいと思ってたら気づいたら、もうブチャーンみたいな感じでね、ほんまにすいません、みたいな感じなんですけど、ちょっともったいないから、ちゃんとここにね、戻さしてもろってって感じですけど、マジでこんだけドゥルンドゥルンやし、保湿力が半端なさそうやから、顔とかにマジ全身にも使えるんですけど、塗った時に、あ、ベタベタするなって思われると思うんですけど、この商品な、ほんまに、塗った時はちょっとね、顔にちょっとベタっとはするんですけど、多分ベタってするのはマジで一瞬なんですよ。ほんまに一瞬で顔に塗った時の最初の5秒ぐらいは、あ、ちょっと塗ったなぐらいの感覚はあるんですけど、もう気づいたらね、え、塗ったっけ？ミユ塗ったっけ？みたいな感覚で、もうすぐ顔に馴染んで、ほんまにまだ買ってない方いたら絶対買ってほしいんやけど、過去一超えちゃうんかなぐらいミユね、ほんまにおすすめな商品で、もうミユの好きなポイントがめっちゃ詰まってるんよ。なんて言ったってもうプチプラでしょ。ほいで塗った感覚が、え、ミユ塗ったっけ？塗ったよなぐらいの感覚で使えちゃいますし、ほいでな、もう今さら言わんでもわかると思うんですけど、めっちゃめっちゃが止まらへんぐらい肌がマジで綺麗になった。先ほど紹介させてもらったラッシュのマスクとこのアロエとね、スキンケアやらしてもらってるんですけど、ほんまに肌のビジュアルがマジで天才になりましたし、保湿力も半端ないと思うんですけど、ミワナめっちゃ個人的やけど、マスクとかでもね、ニキビがめっちゃ鼻のとこにできちゃっててやばいと思ってたんですよ。ほいでその日の夜ぐらいにこのアロエをね、ミュ塗らしてもらったんよ。ほんじゃ次の日結構ね、ミュニキビなくなってたんよ。え、嘘やと思われるじゃないですか。結構ガチでミュニキビがなくなってて、ね、なんかもしかしたら出来始めのニキビやったから治りやすかったんかなと思ったんやけど、ミュー的にはめっちゃニキビにもいいかなって思いました。ほいでね、アロエやからね、めっちゃ匂いもね、あーめっちゃいい匂いみたいな感じでリラックス効果あるんちゃうかなぐらいのいい香りもして、ほんまにな、この商品はミューが最近の中でいっちゃおすすめするスキンケアになります。はい、続いて紹介させてもらうものはですね、結構ミュー的には自分へのプレゼントみたいな感じなんですけど、もうねマジで可愛すぎる商品やから早く見せていきますね。こちらのね、わかります、ジュエティ様のね、服をね、お、光がすんごい、大丈夫そう？オッケーです。戻ってきました、光が。ジュエティ様をね、久々買わさせていただいたんですけど、もうな、ほんまにこの商品はマジでずっと欲しかった商品で、よくね、マジで最近気に入ってる商品やから、着させてもらってるから、見たことあるよ、みたいな感じの人いるかなと思うんですけど、見てください！この色やばくないですか？で、ミュ結構こういう感じのベージュっぽい色、あんまり買ったことがなくて、自分的にもめっちゃ新鮮なんですけど、ベージュとさ、ここのさ、襟の部分の茶色とさ、見てこのバラ、やばくない？めっちゃ可愛くない？もうミュマジドストライクでさ、みゆこういうなんかカンフー系というか、あのなんていうチャイナ系の雰囲気がめっちゃ好きやから、え、もうさすがジュエティ様天才ですみたいな、え、もうマジでもうみゆ買うしかないみたいな感じの商品で、ここのねボタンとかもマジで可愛くて、で見てって書いて、このね写真ちょっと見てもろっていいですか。このねカンフーシャツの魅力はマジでいっぱいあるんですけど、このな竹感ショーパンが見えるか見えへんかの竹感がマジで可愛すぎてニヤ止まりませんみたいな感じの商品なんですけど、ほいでさ、皆さんちょっと聞いてくれます、もうマジで嬉しいことなんやけどさ、このなめちゃくちゃ可愛すぎるカンフーシャツを買わせていただいた時にな、接客してくださったお姉様がですね、ミュウのことをねありがたいことにね知ってくださってて、見てこんな感じのね素敵なお手紙までくださってね、やばくないですか、めちゃくちゃ嬉しかったんですけど、もしかしたら見てくださってるかもしれないので、ほんまにその時はありがとうございましたみたいな感じでミュウめちゃくちゃ喜んでおります。マジでミュウが最近いっちゃお気に入りの服なんで、ぜひね皆さんミュウとお揃いでこの服着ちゃいましょう。はい、続いて紹介させてもらうものがですね、ラストのね商品になっちゃうんですけど、もうねラストの商品で言ったら気づいてくださってる方いるかなと思うんですけど、いきますよ。やばい、人生初の周上村様でございます。やばくないですか、このねミュウの今日やばい、もうめっちゃかっこよくないですか、このメイク。ちょっと自分で言うのもなんなんですけど、早速ね紹介していこうかな。
なと思うんですけど、でもな、マジでこの赤のメイク気に入りすぎてやばいからさ、近々ね、潮江村様のメイクを紹介させてもらおうかなと思ってるからさ、今日はね、チラッとしかまあね、紹介しやんとこかなと思います。やばくないですか？え、マジでパッケージもめっちゃ可愛くないですか？どっちから紹介していきます？どっちから紹介しよう。あ、じゃあリップからね、リップから紹介していきたいと思います。このね、めちゃくちゃ綺麗すぎる赤、やばい、ミュー急にどうすいません、みたいな感じだけど、もうほんまにちょっとだけですよ。まだこのメイク紹介するから、みたいな感じで。やばくないですか？なんだ、マジで赤可愛すぎんのに、何ゴールドついててマジ天才みたいな感じなんですけど、めっちゃこの赤マジでおすすめ、ほんまに可愛かった。やばい、めっちゃ可愛い赤じゃないですか？やばくないですか？今日塗らしてもらってるリップは赤のね、潮江村様のリップになるんですけど、このね、天才すぎるマット、マジでマット天才じゃないですか？もうじゃあこれぐらいにしとこう、また紹介したいからって感じって感じとか言って、まあね、おいおい楽しみにしといてください。続いてはですね、このね、マジもうこちらもね、白いパッケージが可愛すぎ、光の具合大丈夫ですかみたいな感じなんですけど、ほんじゃあね、開けていきます。マジで可愛いからいきますよ。あらあら、ちょっと見せてもろって、赤一色しか買ってないんじゃないみたいな感じ、なんか違う色も見えましたよね。そうなんです、見て、やばくない、めっちゃ可愛くない。ちょっとね、今回潮江村様のね、アイシャドウ赤を買わしてもらったんですけど、赤のアイシャドウ買う前からね、青系のメイクも気になってて、なのでね、こんな感じで赤と青系のアイシャドウも買わしてもらったんですけど、でもね、実のこと言うとね、まだね、こっちの青は使ったことないんですけど、まだそれも楽しみにしといてもろって。めっちゃ可愛くないですか？マジでこのアイシャドウ可愛すぎて、結構ね、時間ある時ちょっとこうやってアイシャドウ可愛いなと思って、こうやってパカ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 やらしてもらってるんやけど、めっちゃ可愛くないですか？やばくないですか？いやー、めっちゃ可愛いって感じで、これもちょっとこれぐらいにしとこうかな。ちょっとだけね、チラッと見せといて、カミングスーンみたいな感じのノリでございます。もう皆さんめちゃくちゃ楽しみにしといてくださいね。その時にね、またこのアイシャドウの塗り方とか、まあいろいろ紹介させてもらおうと思ったら、楽しみにしといてもらって、人生初の潮江村様でテンション爆上がりみたいな感じのパッションでございます。はい、って感じで、ね、今回いろいろ商品紹介させてもらったんですけど、マジでミュウがめっちゃ天才レベルにおすすめする商品ばっかりですし、有能すぎる商品ばっかりなので、皆さんもね、ぜひとは言わず絶対チェックしてみてくださいね。はい、って感じで、今日の動画が面白かったら、良かったら、参考になったらとか、いろいろ思ったら、ぜひチャンネル登録とインスタグラムと TikTok のフォローもお待ちしてるので、ぜひよろしくお願いいたします。じゃあまたの次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。はい、皆さん今日も見てくださりどうもありがとうございました。次の動画もね、楽しみにしておいてもらえると嬉しいです。それとね、チャンネル登録と SNS もフォローしてもらえると、ミュウめちゃくちゃ喜ぶので、よろしくお願いいたします。じゃあまたお会いしましょう。